でももゲバもあらへん。こういう時は女は黙って男の言うこと聞いとったらええのや。加山さんはいつもこんな調子で奥さんを黙らせているんだろうか。それとも人前で亭主関白を気取っているだけか。悲しげな顔をしていた35、6歳の美人な奥さん。僕だって親しい人をそんなに親しいわけでもない人の方が多いけど、皆さんを人殺しだなんて思いたくありません。でもこのペンションはそんなに大きな建物ではありませんし、そう言ってしまってから僕が気を悪くしないかと小林さんをちらりと見た。しかし小林さんは別段気にもしていない様子だった。つまり、人の目が全く届かなくなってしまう、そんな視界ができるような巨大なホテルではないという意味ですが、それに戸締まりだってきちんとしていました。そんなところへ、たとえプロの泥棒だとしても、誰にも気づかれずに自由に出入りできるものでしょうか。正直言って僕にはどちらを信じたらいいのかわかりません。神出鬼没の殺人鬼がペンションのどこかにいるのか、それとも一見虫も殺さないように見える人が実は人殺しなのか、僕にはわかりません。僕はそう言って首を振った。まるで自分だけは関係ないっていう口ぶりだな。まあ言われるわよね。まあ言われるわ、これは。敏夫さんが吐き捨てるように言った。どういう意味ですか？絶対言われる。ペラペラペーラと喋りすぎやもん。その通りの意味さ。君だって容疑者の一人だってことさ。でも僕は夕食後は一度も2階には上がってないんですよ。田中さんを殺せるわけがないじゃないですか。緑さんにしたってそうです。俺はこの目で見たわけじゃないからな。君がそう言ってるだけかもしれん。ガールフレンドが証言したってダメだぜ。そんなのは当てにならないからな。そんなら僕も言わせてもらいますけどね、敏夫さん。僕はムカムカと腹が立ってきた。お前、こんだけ人を疑うようなことを言いまくっといて、自分が言われたらすぐ腹立つねんね。自分の可能性言われたらすぐ腹立つんやね。可能性の問題や、可能性の問題やとか言ってずっと失礼なことを言い続けて、自分が言われた瞬間激怒って、これはあかんですよ。これはダメですよ、本当に。それはダメですよ。三木本さんを襲ったのはあなたじゃないんですか？三木本さんは犯人を見てない。つまり三木本さんの後ろにいたはずのあなたが一番怪しいんじゃないですか？そんなことあるもんか。オーナーの方が俺より先に三木本さんの倒れてるところにたどり着いたんだぜ。そうでしたよね、オーナー。あ？うんうん、そうだったかな。小林さんは困ったような顔で曖昧な返事をする。三木本さんと一緒に歩いていたのは敏夫さんだ。当然敏夫さんの方が襲う機会は多かったと思っていたのだが、だとすると小林さんの方こそ怪しいのか。三木本さんは探るような視線を敏夫さんと小林さんの両方に送っている。やめて、お願いだからもうやめて。京子さんが叫び泣き崩れた。これ以上傷つけ合うような書き込みはやめて。小林さんや敏夫さんの顔に後悔の表情が浮かんだ。きっと僕の顔にも同じものが浮かんでいることだろう。ベティから向けられる軽蔑の眼差しが耐え難い。鳩時計が鳴った。うわ、11時半鳴ってるよ。11時半鳴ってるよ、これ。外の吹雪は依然として収まる気配もない。真の殺人はあと30分後に起こるんだろうか。今夜12時、誰かが死ぬ。そや、ニュースや。ニュース見るの忘れとったわ。今株か？あなたこんな時に何も。天気予報かで見れるやないか。それに気分も変えた方がええ。まあ確かに天気予報は見とこか。加山さんは誰の返事も聞かずにリモコンを取り上げテレビのスイッチを入れた。チャンネルを次々と変えていくと、ちょうどニュースのヘッドラインになっていた。全国的に降り続いている大雪で、各地で交通事故、雪崩などの被害が続出していますが、今のところ死者は出ていない模様です。死者は出ていない。出てんねんけどね。その言葉に僕たちは自然2階を見上げた。かねてより金券体質が問われている業界で、また新たな疑惑が持ち上がりました。さて、最初にお届けするのは、逃走中の銀行強盗のニュースです。え？昨日、白昼堂々、三友銀行新宿支店を襲い、現金約2億円余りを強奪した犯人の行方は依然つかめておりません。目撃者の証言によれば、犯人は身長165センチ前後、痩せ型の男だということです。
逃走用に使ったと思われる黒のクーペを警察は各所に検問を設けて捜索を続けています。そういえば車でこちらへ向かっている途中、銀行強盗のニュースをラジオで聞いたのだった。その後は新聞もテレビもほとんど見なかったので逃げ続けているとは知らなかった。銀行強盗、そんなもん一日も経っとったら検問したってしゃあないがな。今頃は東南アジアがどっかに高飛びしとるわ。加山さんが鼻を鳴らしながら言った。僕たちの気持ちをほぐそうとしてわざとそんな話をしているのかもしれない。僕もその話に乗ることにした。現金2億円持って飛行機は乗らないでしょう。そらわからへんで。2億円なんて大してかさばるもんやない。診察やったらスーツケースに十分入るやろ。でも、二人の会話にベティも乗ってきた。持っていけたって海外じゃ使えないでしょ。銀行に行ったりしたら番号ですぐバレるだろうし。そら素人の考えや。今円はごっつ強いんやで。円高や。ドルなんかより喜ばれる国かてある。闇で交換してくれる連中がどこにだっておるもんなんや。俺だったら、俊夫さんも口を挟んだ。話をしていた方が気が紛れるのだろう。俺だったら日本にいたいね。そもそも日本から脱出するんなら、物価の安い国に行ってのんびり暮らすと思わないか。日本に居続けようと思うから金がいるんじゃないか。しばらく田舎町でほとぼりが冷めるのを待つね。それも一理ある考えかもしれないと思ったが、加山さんは首を振った。あかんあかん。田舎町は人の出入りがすぐわかる。外国に行かんのやったら都会の方がええ。でも犯行現場の近くにいたくないのは人情でしょ。そこをぐっとこらえんからみんな捕まりよるんや。だいたい犯罪者は根性なしが多いからな。まるでもうちょっと根性を出せと言わんばかりの口ぶりだ。このくだりすごい意味あるんやろな。観光地だったらよそのものもたくさん出入りするわよね。結局ペンションが雪深いペンションが一番ええやんけみたいな話に落ち着くんじゃないのこれ。繁盛しとるところやったらな、シーズン中のスキー場とか。ほらほら、ギクッとしたで。ほら、あ、みんなどないしたんや。変な顔して。もしかしたら、いや考えすぎですかね。僕は言いよどんだ。何がや。いえ、いいです。言いかけたことは最後まで言わんと気持ち悪いやないか。言いましょうか。その犯人が仮にここに来てて、ここである程度ほとぼりが冷めるまでいとこうと思いよった。そして全員が邪魔やから一人ずつ殺していこうとしたと言ったら結構つじつま合っちゃうんですよね。何人か同じことを考えた人がいるのが顔つきで分かった。じゃあ言いますけど笑わないでくださいよ。あの殺された田中さんって人、逃走中の銀行強盗だったりして。ほう、そっち。誰も笑わなかった。怪しかったからってことか。僕は意を強くして小林さんに尋ねた。田中さんの身長どれくらいでした？小林さんはちょっと考えていった。結構高かったよ。175以上あったと思うな。175センチ、ダメだ。ニュースでは犯人は165くらいと言ってた。差がありすぎる。でもシークレットブーツとかあるしな。でも確かにまともじゃない雰囲気はあったよな。でかいスキー用のバッグは持ってたけど、なんかスキーしに来たって感じには見えなかったし。でかいスキー用のバッグを持っていた。ちょっと待って、ベティだ。普通銀行強盗するときって最低でも運転手は必要なんじゃないの？運転手？だったら田中は運転手の方だったんじゃないかしら。仲間割れして共犯者に殺された。うん、それならあり得る。ってことは犯人は165センチくらいの痩せ型の男ってことか。つい僕たちはお互いの体を見回していた。加山さんはとても痩せ型とは言えない。三木本さんや俊夫さんは背が高すぎる。一番近いのは小林さんだった。小林さんは165くらいで痩せ型だ。小林さんは自分に視線が集中しているのに気づくとこわばった笑みを浮かべた。おいおい、冗談はそれぐらいにしてくれよ。たまたまニュースをやってたからそれをそのままこの事件と結びつけようだなんていくらなんでも無茶だろう。そらそうや。それに小林くんが東京の銀行を襲えるわけがあらへん。毎日ここで仕事があるんやさかい。加山さんがそう言ったのも当然だ。小林さんのわけがない。大体殺された人が銀行強盗だということを自体短絡的な思いつきだ。最後まで言わないと気持ち悪いと加山さんに言われて仕方なく口にしただけだ。本気で考えていたわけではない。しかしベティは何も言った。でも考える方向性は合ってたんじゃないかしら。というと、あの田中さんって人はどう見てもスキーをしに来たって感じじゃなかったわ。人目を避けてる様子もあったし、こんなところに来たのは何か後ろぐらい理由があったに違いないわ。それはあの死体を発見した時から考えていたことだ。あれはあまりにも異様な死体だった。
それだけに僕たちの生きる日常とはかけ離れたものだと信じたかったのだ。殺した方も殺された方も僕たちのような普通の人間であるはずがない。殺された方だってきっと裏街道を生きる人間だったに違いない。そう思い込みたくなる心理が働いていたのだろう。しかし実際正気の人間があんな風に死体をバラバラに切り刻もうと思うだろうか。僕なんか注射をするシーンがテレビに映っただけでも目を背けてしまうような人間だ。人の体を切断するなんてどんなにお金を積まれたって断るだろう。たとえどんな理由があっても。ん？何？僕はふと考え込んでしまった。犯人には田中さんの死体をバラバラにしなければいけない理由が何かあったのだろうか。あるとすれば。いや。恨みはないな。恨みじゃないと思うな。身元を隠すためか、どこかへ運ぶため。まあ、あそこへ運ぶためってことですよね。どこかへ運ぶためっていうか、あそこへ運んでくるため。普通はこれが一番の理由だろう。しかし今回田中さんは自分の泊まっている部屋で殺されたわけだから、この理由は当てはまりそうにない。いきなり間違ったー。しかし何か気になった。いくつもの疑問が頭の中で渦巻き、得体の知らない形を取り始めていた。掴み取れそうで掴めず、もどかしさで頭がムズムズした。つまりは、あそこに運びやすくするためにバラバラにしたんよね。というか、田中さんっていうものが存在したかどうかがわかんないですからね、現状は。帽子、グラサン、でかいグラサン、なんかコート着てて、全然人相がわからなかったんすよね。人相がわからんかったって言ってる以上は、正直誰かが変装してても全くわからないわけなんで。で、あの部屋も出て、いつでも出ていける状況やったから、その線が強いかな。スキーなんかに来るんじゃなかった。OL の女の子たちはまた泣き始めている。今度は3人全員だった。帰りたい。何も悪いことしてないのに。帰りたい。泣き声ももはやすすい泣きにしかならない。でもそれやったら誰の死体なのかがわからない。あれが誰の死体なのかがわからないんですよね。京子さんふらふらと歩き出した。どこへ行くんだ？小林さんが驚いて聞く。何か落ち着くようなものでも、ココアか何か飲めば。いやよ。人殺しかもしれない人の入れたものなんて飲めるわけないじゃない。ああ、まあ確かにね。確かにね。京子さんが傷ついた様子は少しも見せなかった。奥さんが犯人のわけないじゃないですか。それにもし、たとえそうだったとしても、今までにも散々飲み食いしてきたんですよ。全員を殺す気だったらとっくにもうみんな死んでますよ。僕は彼女たちを落ち着かせるようできるだけ静かな声で言った。それはそうや。勇者君の言うことは筋が通ってる。そうですよ。奥さんがそんな犯人だなんて。犯人じゃないと言われるやつほど臭い説やねんけどね。香山さん夫婦が僕に同意してくれる。わかりました。渋々ではあったが、秋ちゃんも納得してくれた。じゃあ、私が一緒に行きます。ベティが立ち上がる。運動神経はいい方だから誰か襲ってきたら一緒に撃退してやるわ。京子さんを一人にしないためには仕方のないことだが少々不安だ。何か妙なことがあったら大声で呼ぶんだぞ。僕が言うとベティは弱々しい笑みを浮かべてうなずいた。うん。馬に乗って助けに来てね。白い馬で。お、ちょっとまんざらでもない感じ。京子さんとベティがキッチンへ行ってしまうとしばらく不気味な沈黙が訪れた。これから朝までこうしてるしかないのかな。俊夫さんがぽつりとつぶやく。僕はうなずいていった。それが一番でしょう。もし犯人が僕たちの中の誰かでないとしたら、マジシャンみたいに神出鬼没のやつです。誰にも気づかれず自由に建物や部屋を出入りできる。たとえ一人で部屋にこもってしっかり鍵をかけたとしたって安心して眠れますか？確かに安心なんかできないさ。でも考えてみろよ。もし犯人が誰にしろ、俺たち全員を殺すつもりだったらこんなまどろっこしい方法を取ると思うか？俺だったらまだみんな警戒してないうちにもっとたくさん殺しておくね。確かにね。それは確かに不思議な点だった。確かにな。こういうことも考えられるよね。三木本さんが痛むらしい頭を押さえながら口を開いた。残った人間に恐怖を味わわせるのが目的だと。恐怖を味わわせるのが目的。どういうことですか？僕は聞き返した。
つまり犯人は僕たち全員、あるいはこの中の誰かに相当な恨みを抱いていて、ただ殺すだけじゃ飽き足らない。だから猫がネズミをいたぶるみたいにして、怯えさせた後で最後に殺す。そういうつもりじゃないかってことさ。怯えさせた後で殺す。それが本当だとしたら、それは一体どれほどの恨みなんだろう。この中にそんな恨みを買うような人がいるのだろうか。なるほどね。じゃあその恨まれてる人以外は関係ないんでしょうか。いや、関係ないことはないよ。そのために殺される可能性があるんやからね。どうだろうね。僕は頭を殴られたわけだけど、不思議と殺意は感じなかったな。もちろん他の人間が来たからとどめを刺せなかっただけかもしれないけど、無関係な人間を殺すつもりはないのかもしれないよ。ふざけたこと言うな。緑は彼女はどうなるんだ。犯人はすでに無関係の人間を殺してるんだ。無関係かどうかわからない。敏夫さんが怒りをあらわにしていった。無関係かどうかどうしてわかるんだい。三木本さんが静かに聞き返すと、敏夫さんは顔を真っ赤にしてさらに大声でわめいた。どういう意味だ。彼女は、緑は、声が詰まる。申し訳ない。別に彼女を悪く言うつもりじゃなかったんだ。ただいろいろ考え合わせると、犯人はどうしても殺さざるを得ない時だけ殺してるような気がしたものだから。ほう。あいつに、緑に、殺されなきゃいけないどんな理由があったって言うんだ。まあ、さっき言ってた理由は結構怪しいですけどね。何かに気づいたということですよね。同情を誘ったのか、それとも恐怖か。女の子たちや春子さんまでもが涙を浮かべた。敏夫さんは彼女を愛していたんだろうか。二人をよく知らない僕にはわからないことだった。そう、これらは全て演技かもしれないのだ。うわぁ、ぐにゃーり。緑さんを殺しておいて、それを疑われないために愛していたふりをしてみせているのかもしれない。確かにな。緑さんに何回告白しても振られまくってた可能性だってありますしね。僕はそんなことを考えた自分自身に心底嫌気がさした。どうしてどうしてこんな風にみんなを疑わなくてはならないのか。愛した人を失って悲しんでいる人に同情することすら素直にできない。でも全ては犯人の正体がわからないせいだ。僕たちの知らない誰かなのか、それとも僕たちの中にいるのか、それだけでもはっきりしないことには身動きが取れない。そういえば、さっきの三木本さんの言葉に気にかかる部分があった。犯人はどうしても殺さざるを得ない時だけ殺してるような気がしたものだから。どうしても殺さざるを得なかったから緑さんを殺した。さっきも一度は考えたことだったはずだ。緑さんはなぜ殺されたのか、何かを見たのか、たまたま犯人と出会ってしまったからか。僕は真っ先にしなければいけなかったことに思い当たった。田中さんの部屋をくまなく調べることだ。緑さんはあの部屋に行くといい。そして殺された。手がかりはあの部屋の中にあるはずだ。できれば一人でじっくり調べてみたい。しかし誰も一人にしてはいけないなどとみんなに言った手前、今更そうもいかないだろう。もちろん一人になるのが危険だということも分かっているが、犯人かもしれない人間を連れて入るのはもっと危険だ。ほんまや。確かにな、確かにな。では誰と。答えをすぐに思いついた。ベティだ。ベティとなら安心して調べることができる。やがてそのベティが京子さんと一緒にたくさんのカップを乗せたお盆を運んできた。少なくとも三木本さんと二人きり、敏夫さんと二人きりは絶対にあかん。お待ちどうさま。ベティは精一杯明るい声を出している。ついさっきは同じことを緑さんがしていたと思うと不思議な感じだった。ほんの数時間前までピンピンしていた人が今は冷たくなっている。熱々のココアが全員に配られる。女の子たちは他の人が口をつけるのを見届けてから飲み始めた。温かくて甘いココアは、ひどく心を落ち着かせる作用があるようだ。ひどくってこれ使うかな。まあまあまあいいけど、心の疲れも体の疲れも何もかも溶けて流れていくようだった。飲みたいわ、ちょっと私も飲みたいですわ。ちょっと疲れてきてますもん。そして一息つき、みんな多少落ち着いたらしいのを見届けると、僕はベティに言った。今からちょっと僕についてきてくれないか。どこへ。田中さんの部屋を調べようと思うんだ。全員がはっとこちらを向いた。何のために調べるんだね。小林さんが尋ねる。緑さんは殺される前あの部屋に行こうとしてた。そうでしたね。そうなんです、そこなんです。調べたいんですよ。彼女は多分何か事件の真相について調べようとしてたのに違いありません。そしてあまりに真相に近づきすぎたために殺された。だっ
ったら僕たちがするべきことはあの部屋を徹底的に調べることだと思うんです。それを君が、そうですね、やるしかないですよね。ええ、君が犯人で証拠を、そっか、そうか。君が犯人で証拠を隠滅しないという保証がどこにある？それはないだろう。でも一人で入るつもりはありません。ベティと一緒ですから。だから彼女が君と共犯じゃないという保証もないわけだ。じゃあ三人で行きましょう。それなら文句はないでしょ。もう一人、俊夫さんが選んでください。俺じゃダメなのか。俊夫さんは眉を吊り上げる。彼がもし犯人だとしたら証拠を隠滅されてしまうかもしれない。その危険性を考えると誰か別の人を選んだ方がいいんじゃないだろうか。しかしここであからさまに断るのも角が立つ。それに彼の同行を断ってもどうせベティと二人だけでは行かせてくれまい。別の人と行ったとしてもその人が犯人である可能性もあるのだ。そうすれば証拠を隠滅されてしまう恐れがあるのは同じこと。いろんな思いが錯綜しつつ僕は言った。うわー、これ悩むなー。僕は年を演技じゃないと、年を演技じゃない説と思ってるんですけど、うわー、これ悩むなー。いやでもね、安全なのはやっぱね、小林さん、加山さんは安全、比較的安全じゃないかなと思うんですよ。すいませんけど、他の人にしてください。僕がそう言うと、敏夫さんはふんと鼻を鳴らした。信用できないってわけか。まあいいだろう。じゃあ、三木本さん、あなたついていってもらえますか。あなたなら信用できそうだ。でも、三木本さんは、あかん。ちょっと待って、三木本さんは絶対あかん。三木本さんは嫌です。マジで。ベティが反論するのは三木本さんは手で遮った。いいんですよ。2階へ行くくらいのことはできるでしょう。あそこから降りてきたんだし。そう言って彼は力ない笑みを浮かべた。あかん。ちょ待って。いえ、三木本さんと行くのは嫌ですね。警察の捜査の支障になるようなことはするんじゃないぞ。小林さん、釘を刺す。いやー、もう確定？他の人って言っただけで僕、三木本さんと行きたいなんて一言も言ってないんですよね。何を探すべきなのかもわからない以上確約はできない。いや俺三木本さん一番やばいと思うねんな。今一番行ったらあかん人だと思うんですよね。田中さんの部屋の前に立つと足元がひんやりする。ドアの下から冷気が染み出してきているのだ。一体何を調べるつもりなんだい。いやそれがわかんないんですよ。僕は答えられず黙ってドアを開けた。部屋の中を無数の石片が乱舞している。まるで冷凍庫のようだった。ガラスのなくなった窓から吹き込む雪で、今や窓側のベッドの半分以上を覆い隠されていた。めっちゃ怖い。マジ怖い。あのね、三木本さんを敏夫さんが選んだこと偶然じゃないよね。めちゃくちゃ怖えわ、これ。思い切って足を踏み入れると、まずはバスルームのドアを開けた。赤。やっぱりや。ベティやられたでしょう。やっぱりやん、これ。下田ーだから言ったやん。音したわ。後ろから人が倒れるような物音したー。振り向くと、ベティと三木本さんが入ってきていない。え？入ってきてない？ベティ？どうかしたか？返事がない。嫌な予感がした。もし三木本さんが犯人だったとしたら、隙を見てベティよ。いや、そんなはずはない。たとえ彼が犯人だとしても、ベティに危害を加える必要はないはずだ。いや、十分あるやろ。緑さん殺したんと同じ理由やんけ。うわぁ！三木本さん？廊下を見ようとドアから首を出した途端、強い衝撃が頭蓋骨から腰まで突き抜けた。目の前でストロボを焚かれたみたいに頭の中で真っ白な光が炸裂する。ベティ、床に倒れていた。視界がぐるぐると回り立ち上がることができない。やけに温かい汗がこめかみを流れ、ポタポタと床に落ちる。汗ではなかった。それは僕の血だった。後頭部が熱くうずいて、何か別の生き物がそこでうごめいているようだ。目の前に足がある。僕は意志の力を振り絞って頭を上げようとした。天井の明かりを背にしているのと、僕の目が霞んでいるせいで、その真っ黒な人影が誰なのかわからない。
目がかすむ。その人影がゆっくりと何かを振り上げるのが最後にちらりと見えた。僕を殺すつもりなのだ。嫌だ。僕は死にたくない。やめてくれと言いたかったが、声にならなかった。人影が何かを振り下ろし、風を切る音が僕の耳に。終わり。うわぁ、バッドエンド食らったー。いやー、敏夫さんと一緒に行くべきやった、マジで。いやー、危ないと思ってて、まあ、これ、三木本確定じゃないけど、今の描写だと、わかんないっていうニュアンスですけど、まあ、三木本怪しいっすね、完全に。これ多分前回、これ、ちょっと待ってくださいよ、これで、次回の選択肢からいけるんですよね。ファーンファーン言うたままなんですけど、ファーンファーン言うたまま動かない、全くもって操作が動かない。まあいいですわ、多分戻せると思うのでな。じゃあ次回、すみません、次回ここからというか、あの続きぐらいから行きたいと思いますので、はい、ちょっとセリフ読みまくってて、ちょっと連続でやり続けるのがなかなか難しいので、いきます。その次回またここからということで、ありがとうございました。皆さん次回をお楽しみに。